名門通り沿いにオープンしたのはなんと和牛の専門店です。店内はテーブル席とカウンターがあるので、お一人から大人数まで気兼ねなく食べることができます。浦幌の黒毛和牛を一頭買いしております。十勝の皆様に十勝和牛の美味しさを知っていただきたく、丸井商店をオープンさせていただきました。扱っている牛肉はタン、サガリ、内臓も含むすべて丸井ファームさんで育てられた黒毛和牛を使用しております。和牛の一頭買いをするお店ってすごいですね。そんなオーナー夫婦がおすすめするのはやはり焼肉です。なかなかビーフという飼料を食べて育った牛なので、肉質が柔らかく脂を乗っているのにしつこくなく味わい深いお肉です。黒毛和牛以外にも豚、鶏、海鮮もご用意しております。また牛すじがたっぷりと入ったカレーもおすすめです。2日間煮込んだ牛すじに約10種類のスパイスを加え作っております。お肉を食べた後、さっぱりしたものが食べたい方には特製のお蕎麦はいかがでしょうか。締めにさっぱり食べられるお蕎麦です。トッピングの梅を潰して食べるとまた一味違って美味しいですよ。冷たい蕎麦と梅の相性は完璧です。夕方6時から朝4時までのロングラン営業なので、仕事帰りや飲んだ後にもお気軽にご来店いただけます。美味しい丸井商店の黒毛和牛をぜひ食べに来てください。お待ちしております。テーブル席はカーテンで仕切ることもできますよ。